オクテッドチャンネル。こんにちは、オクテッドメンズファッションチャンネルの林です。僕のチャンネルは自分の気に入ったアイテムやブランドコーディネートのアドバイスをするチャンネルとなっております。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ビジカジのお話をねさせていただこうというふうに思ってるんですけれども、まあビジネスカジュアルですねのお話をさせていただこうというふうに思っているんですが、今までね夏はねクールビズっていうのがやっぱりあったんですけども、冬はスーツを中心にビジネスの着こなしをしている方っていうのが非常に多かったと思うんですけれども、この数年経って今人とね会うような状態になってきた時に、いざビジネスカジュアルって何みたいなね、そういう方もね結構多いと思うので、ビジカジのね、こういうスタイルはダメだよっていうことと、またねこういう風に着こなししたらねかっこいいんじゃないかなっていうお話をね今日はさせていただこうというふうに思っております。ビジネスカジュアルっていうことなので、やっぱりビジネススタイルとねカジュアルスタイルがあると思うんですけれども、ビジネススタイルって何っていう話だと思うんですが、まずね一番ビジネススタイルの頂点にあるのは冠婚葬祭のフォーマルなねスタイルが、僕はビジネススタイルの最も最たるものじゃないかなっていうふうに思っています。そのためね、フォーマルスタイルっていうとやっぱり黒のスーツに白いシャツ、そしてね黒のタイみたいなね、色数もモノトーンで少なくてシンプルなねデザインの服が一番ねエレガントじゃないかなっていうふうに思っています。そしてねビジネススタイルといえば、基本的にはねスーツを中心とした、エレガントなドレッシーなねスタイリングが、まあビジネススタイルじゃないかというふうに思います。一方、じゃあカジュアルスタイルっていうのは何かっていうと、まあ日常ね着こなしているようなパーカーですとかね、ちょっと羽織るようなねカットソーですとか、柄だったりデザインの効いたスポーティなアイテムだったりが、僕はねカジュアルなアイテムじゃないかなっていうふうに思っています。まあもう一つね、カジュアルのアイテムのポイントもあるんですけども、それはねちょっと後ほど NG のねポイントでお話しさせていただこうかなっていうふうに思ってるんですが、僕はねこれがねまずビジネススタイルとカジュアルスタイル。じゃあビジカジは何かっていうと、これの融合のねこの間の点がねビジカジなのかっていうことなんですけれども、僕たちアラフォーアラフィフの人は真ん中じゃなくてやっぱりちょっとねビジネス寄りにね、考えてもらえると、まあ、ビジカジもねエレガント、やっぱりねちょっと上品っていうのがねいいんじゃないかなっていうふうに思う。なのでね、そういったところも踏まえて今日お話しさせていただこうというふうに思っています。ではね、NG ポイントなんですけど、大人のビジカジで、まあ、ダメなところは僕はね、似てんじゃないかなっていうふうに思っています。これはやめた方がいいよっていうことですね。いつもね、こういうお話をするときにお伝えするんですけれども、ファッションにね、正解というものはまあ、あんまりないんで、いやー、これどう似合うのかなって思っても、いや俺が似合うんだと思えば、まあ大体似合うんで、そういった形で着こなししていただければね全然問題ないんじゃないかなと思うんですが、一般的にね、まあこういうスタイルやめた方がいい、短じでっていうのは、まず一つ目はねサイズですね。やっぱりエレガントなスーツスタイルもそうなんですけれども、スーツになればまあねちょっとサイズがまあでないとやっぱかっこよくはないんですけれども、スーツを着ているだけでまあそれなりに見えるっていうのはね一つあるんですが、やっぱりサイズが大きいっていうのはねすごくだらしなく見えます。先ほどカジュアルなところでお伝えしたんですけれども、カジュアルの一つの要素はサイズがちょっと大きいということなんですね。それはヒップホップだったりそういうねちょっと B 系のファッションとかをイメージしてもらったら分かるんですけど、ダボっとした服をかっこよく着こなすっていうのはやっぱりねどうしてもカジュアルなイメージがねつくと思うんですね。なので体にフィットしたサイズを選ぶっていうのがまずねビジカジにおいて一番大事なことだと思います。そして2番目はシンプルなデザインと色数を少なくということですね。これが2点目です。やっぱりビジカジ、先ほども言ったんですけど、ビジネススタイルのトップはフォーマル、黒と白、モノトーンで構成されてるってお伝えしたんですけれども、やっぱりねビジネススタイルはやっぱり色数を混ぜすぎるとどうしてもガチャつきますし、エレガントに見えないので、派手めのチェックとかそういうのはねビジカジにはあんまり向いてないかなと。もちろんねカジュアルスタイルとして着こなしていただく分には全く問題ないので、その服がダメということではなくて、ビジカジにおいては例えばねここにナイキって書いてあるパーカーとかですね、そういうのもいまいちフィットしない、
無地に近いものでなおかつ色数を、まあ、まとめてそしてエレガントに着こなしていただくっていうのがね、僕はビジカジの一つのねポイントだと思います。なので、まあ、あんまりおすすめしたいよっていうのはサイズにちょっと大きめのものをビジカジスタイルで選ぶっていうことと、ビジカジスタイルで柄、デザインが派手なものを選ぶっていうのはね、この2点はね、やめられた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。では早速なんですけど、これからビジカジのねこんな着こなしがいいんじゃないかなっていうのをね今から提案させていただこうというふうに思っております。はい、まずはねもう定番、こうシャツにジャケットの組み合わせですね。あのさっきのスタイルからネクタイ脱いだだけじゃないかって言われそうなんですけど、まあ、ダブルのジャケットだったので、それもね、まあ、シングルのジャケットにして、やっぱりねこういうパッドがねないものだったり、さらった方ねアンコンと言われるようなジャケットとパンツを合わせるっていうね、まあ、今回はね、チノパンをブラウンのチノパンを合わせたんですけど、こういったね着こなしは非常にシンプルだけど、まあ、かっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。アズロエマローネっていう、よくねイタリアでいう青と茶色の組み合わせは鉄板だよみたいな感じなんですけど、これもねすごくかっこいいんじゃないかなと思います。シャツでネクタイがなく、ちょっとね首元開いてもらって、そしてジャケットを羽織るっていうのは一つね僕は定番の形じゃないかなと思います。そしてシャツの形なんですけど、やっぱりねこういうナロータイでねネクタイをするようなのが前提だよっていうシャツよりも、まあ、僕たちは、まあ、ジャンネットとかフィナモルとかですね、そういったこうワイドスプレッドのものを合わせていただいた方がね僕はかっこいいんじゃないかなと思いますので、こういった形のものとジャケットを合わせていただく、これがねまず一つの、ね、形じゃないかなっていうふうに思います。はい、こんな感じですね。ジャケットじゃないパターンということで、やっぱりね僕はビジカジのスタイルにおいてはジャケットだったりシャツだったり、あとはね今日は着ないんですけどカーディガンで襟のついたものをうまく着こなすっていうのはね、一つ意味のあることだと思っています。なのでシャツの上にこういったねニットを羽織ってもらう、でニットもできればこうさらっとした素材、ハイゲージのものだったりの方がやっぱりちょっとエレガントなので、室内に入ると暑い場合っていうのもあるので、脱いだ時にシャツを着ていくっていうのはね、あのちょっと大人かなっていうふうに思うので、シャツをうまくね着こなしていただいて、こういったね、まあ、今回はねクルーネックのニット合わせてみましたけど、これが V ネックでも僕はいいと思いますし、やっぱりカーディガンでもいいと思うので、そのニットとシャツの組み合わせで楽しんでいただく、ビジカジスタイルを作っていただくっていうのも一つはねいいポイントじゃないかなっていうふうに思います。これがね、まあ、シャツスタイルですね。ということで、ね、次はシャツじゃないパターンのコーディネートをしたいと思います。はい、こんな感じで首元にね、今今シーズンねやっぱり人気のあるモックネックと呼ばれているタートネックよりねちょっと半分ぐらいになったハイネックのニットにジャケットの組み合わせですね、先ほど着たジャケットと同じ組み合わせなんですけれども、こういったねノーネクタイっていうも前提になるので、首元をちょっと隠した方がエレガントにね見えると思いますので、こういった着こなしでジャケットを着ていただくと、無地そしてハイゲージですと上に何か1枚羽織った方がかっこいいなと思いますので、こういったねジャケットを羽織っていただくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思っています。そしてね色もねこういうグレーとか黒とか紺とかね、まあそのあたりのちょっとねジャケットと合うような色目を合わせていただければいいんですけど、グレーはね比較的組み合わせ自由にどんなアイテムを持ってきてもね合いやすいので、こういうアイテムはね1枚あると便利じゃないかなっていうふうに思います。ということで先ほどはですね、グレーのモックネックを選んだんですけれども、今回はねカットソー素材でハイネックですね、首元があるタイプにちょっとねスポーティーなナイロン系のブラックのジャケットを合わせてみました。こういった形ですね、まあ、基本的に首元がちょっと隠れるとやっぱりねエレガントに見えますし、こういったねカットソー素材はちょっとねスポーティーな印象もありますので、ちょっとねジャケットもスポーティーなイメージのものを合わせて着こなしするっていうのもね僕はすごくかっこいいんじゃないかなっていうふうに思っています。冬場ということもあるので、やっぱりね見てすぐちょっとあったかいみたいなのって僕はすごい大事な要素だなっていうふうに思っているので、まあ、首元にこうボリューム感があるとですね、それだけで温かみのあるスタイルっていうのができると思いますので、こういったね着こなしは一つねポイントに、ジャケットのインナーとしてちょっと首元にボリュームのあるアイテムを合わせるっていうのはねすごくいいんじゃないかなっていうふうに思っています。今回ね全部チノパンと合わせてるんですけれども、やっぱビジカジでデニムはどうなのっていうご質問もね
あるかもしれないので、最後にね、こういうジャケットとデニムを合わせて、コーディネートしてみたいと思います。はい、こんな感じですね。最後デニムと、まあ、ジャケットのね、首元があるタートルネックのカットソーの組み合わせなんですけども、こういうね、デニムスタイルも僕はね、ジャケットと合わせることで短地にフィットするんじゃないかなって思ってるんですけれども、ただね、ポイントは一つありまして、デニムといってもやっぱね、クラッシュが入ってるものとか、ペイントされてるものとか、あとね、結構ブーツカットが太いデニム、そういったデニムは、エレガントっていうよりはね、むしろカジュアルな要素が非常に強いので、細身のね、テーパードの効いた、足にねフィットする、どちらかというとイタリアンデニムと言われるようなものにジャケットを合わせて着ていただく。これでね、一気にカジュアルよりは、まあ、ちょっとねビジネスによっていったスタイリングができると思いますので、僕はねこういった着こなしもビジカジに入ってくるんじゃないかなっていうふうに思っています。そしてですね、もう一点、オフィスの中に入って靴を脱いでしまえば、まあ、あまり関係ないんですけれども、やっぱりどういう靴を履いているかっていうのもやっぱりビジカジのねポイントの一つにはなると思いますので、最初にも言ったんですけど、多色使いのスニーカーみたいな色柄が入っているものっていうのはビジカジスタイルにあまりフィットしないんじゃないかなと思いますので、まあ、レーザーだったりシンプルなねホワイトスニーカーだったり、そういったねものをコーディネートのベースになるアイテムとして合わせていただけると、僕はねすごくかっこいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ビジカジってわかんねえな、なんだそりゃっていう場合はとりあえずジャケットいきましょうと、まあ、これもうシンプルなねジャケットいきましょう。で、どういうジャケットがいいかわかんないなっていう場合、一つは自分のサイズにフィットしたジャケットがいいですよ。もう一つは色柄がね、割とシンプルな無地なジャケットの方が使い勝手がいいですよ。もちろんね、おしゃれにしたいと思えばしたいと思うほど、柄の入っているものだったり、素材感のあるものだったり、いろんな要素が増えていくんですけれども、シンプルにジャケット、って言えばもうこういうね、ブラックのジャケットとかネイビーのジャケットとか、無地で素材感を楽しんでもらって、サイズ感のフィットしたものを選んでいただくと、ジャケパンスタイルというのはね、すごくフィットしやすいかなっていうふうに思いますし、もう一点ね、アンコンと呼ばれているような肩パッドが入ってないね、こうかっちり作り込まれていないような副資材が少ないようなジャケットを選んでいただくと、体に馴染んでちょっとね丸みを帯びたフォルムも含めてよりねカジュアルに見えると思いますので、ビジネスカジュアルのね中心に着てもらうアイテムとして一番フィットすると思いますので、ぜひですねこういった形でジャケットも選んでいただけると嬉しいです。ということでですね、今回ビジネスカジュアルこんな感じで着こなせればいいよっていうお話をねさせていただきました。ぜひね、もしこれわかんねえよとか、こういう話が聞きたいよということがありましたらですね、コメント欄にコメントね書いていただいたり、 LINE で問い合わせしていただいたら非常に嬉しいです。ということでですね、僕たちの動画は毎日8時に更新しておりますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。